スナック SDGs パワードバイみんな電力、再生可能エネルギー 100% のみんな電力がお送りします。こんばんは、 TBS アナウンサー上村紗友子です。こんばんは、再エネソムリエの大石英司です。身近な出来事から海外のニュースまで、さまざまな困りごとをゲストにお迎えする皆様と一緒に紐解いていこうという番組、スナック SDGs、 今夜も開店です。さて、先々週、先週とこの番組はウェルビーイングをテーマにお送りしましたが、はい、今回はまた違った角度から幸福と健康について話していきたいと思います。健康になるためにできること、まあ、たくさんあると思うんですけどね、やっぱり身近なところで言えば食事と睡眠かなというふうに思うんですよね。はい、毎日するものですからね、ということでまさにその道のプロフェッショナルを今回はお迎えしています、はい、サッカー元日本代表にして現在はバイオベンチャーの代表を務める鈴木啓太さん、そしてスリープコーチの住谷亮さん、スナック SDGs にご来店いただきました。こんばんは、よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずは今日のゲストお二人のプロフィール簡単に紹介します、はい、鈴木啓太さんは浦和レッドダイヤモンズ一筋、16年にわたってプロサッカー選手として過ごす中では J リーグ年間優勝、 AFC チャンピオンズリーグ制覇、ベストイレブン受賞、日本代表として国際 A マッチに通算28試合出場、数々の実績を残されています。その一方、扁桃炎や不整脈といった病気にも悩まされ、僕のサッカー人生は挫折の連続だったと現役生活を振り返っていらっしゃいます。2015年にプロ生活を引退した後は全く違う分野で起業、アスリートの便を集めて腸内細菌を研究し、その成果をアスリートや一般の人に向けた健康維持に役立てる会社オーブの代表を務めています、そしてもう一方、住谷亮さんは聞き慣れない肩書きをお持ちの方です。その肩書きとはスリープコーチ、およそ120の会社で累計6万5000人の睡眠改善をサポートしてきた上級睡眠健康指導士、大学時代には都市工学を専攻して最初の就職先は神戸市役所だったという住谷さん、役所勤め自体に体づくりに目覚めてトレーニングスタジオの経営者として独立、運動と食事のプロフェッショナルから現在は睡眠改善に特化する活動にシフトしてスリープコーチとしての活動を行っています、複数の著書もお持ちなんですが、3月に出版された本、働くあなたの快眠地図が現在話題を呼んでいるんです、ということでこのお二人とお話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。大石さん、実は私、鈴木啓太さんは今までずっと一緒にお仕事していたんですよ。そうなんですよ、スポーツがもともとね、主力の、はい、で私もテレビで S1 という番組、あとはスーパーサッカーという番組でも4年以上ですよね、なのでこんなあのスナックのままやられてると思わなかったんですよなんかちゃんと成長してるかって見られてる感じでちょっとやりづらいこんな形で再会するなんて。そうなんですよ、で今まで啓太さんとはサッカーの話ばっかりだったので、この会社のことについてはちゃんとお話聞いたことなかったですもんね。そうですね、一度もしたことないぐらいなんですよ。なので今日やっと僕の本業を話ができるなと思ってワクワクしてますけど。そうですね、本当にご来店ありがとうございます。啓太さん、まず腸内細菌を研究するバイオベンチャーということで、どんな研究か教えていただけますか。ちょっと食事の時間の人もいらっしゃるかもしれないんですけど、もうダイレクトでお話しすると、あのうんこを集めてですね、研究をしているんですね、でそのうんこの中にですね、菌がたくさんいるんですよ、お腹の中に菌がたくさんいるんですけれども、その菌を研究していると、どの菌がどのぐらいいるのかっていうのを調べてたり、で当然そのじゃあそれ見て何がわかんのっていうことあると思うんですけど、皆さんのお腹の中にですね、まず1キロから 1.5 キロぐらい菌が住んでるんですよ。菌だけで、はい、で数にすると約100兆個以上と言われてるんですよ。もうそれってすごい数じゃないですか、想像がつかない。その菌たちがお腹の中で
いろいろ働いてくれてるんですね。で食べたものが胃で消化されて、小腸でそういったものがこう吸収されて、で最終的にこう大腸で、まあ、その便の形になるんですけど、まあ、その菌が働いてくれてうんちとして出てくるんですよ。もうそれだけ考えるだけで腸内細菌ってすごい役割を実は担ってくれてるんじゃないかって想像できると思うんですけど、なので、まあ、そこをですね、人間のその遺伝子とか、まあ、血液とか尿とかこういったものは結構調べられてるんですけど、ここから先は腸内細菌の時代が来ると言われているので、まあ、僕たちはそこを調べることで健康に貢献できたらなっていう感じなんですよね。よく腸内細菌を整えるとかってテレビでよく出てきますね。出てくるけど、じゃあそんな100兆個もあったら何の菌に効いてるかもよくわかんないですね。そうなんです。なのでただ一つだけこの菌がいいですよってこう、それも大事なんですけど、それよりも多様性が大事って言われてるんですよ。だからいろんな菌を買いましょうっていうふうに言われていて、実はそれがいろんな病気疾患なんかとも関わっていたり、なので、まあ、その今まだまだわからないんですけど、腸って体の中の本当に土台なので、ぜひですね皆さんには整えていただきたいなって僕は思ってこう活動してるんですけど、アスリートのその便からどんな特性があることが分かってきてるんですか、そのトップアスリート。まずですね、アスリートは多様性が高かったんですよ。それっていうのは多分食事をまあ、しっかりとってる、そうですよね、バランスよくとってる、バランスよくとってるとか、あとは運動をしてるとかですね、あとは規則正しい生活してる、まあ、こういうことから多様性が高かったっていうのと、あと酪酸菌っていうのが多かったんですよ。この酪酸菌っていうのが、実は短鎖脂肪酸っていうものを作り出したりする菌って言われてるんですけど、まあ、その短鎖脂肪酸がをたくさん作り出す菌がいると持久力が高い言われてたりもするので、やはりその体に合った腸内細菌の構成になっていってるのかなと。でまた酪酸菌っていうのは免疫をコントロールする菌って言われてるので、あの免疫ってやっぱ低下してもいけないですし、逆に上がりすぎてもいけないんですよね。まあ、このあたりを司る菌っていうのは酪酸菌って言われてるんですけど、まあ、それが一般人の約2倍ぐらい多かったっていうデータが出てます。やっぱり特徴があったと、はい、面白いですね。その研究っていうのがまだ途中の段階であるので、じゃあそれがどういう風なものにつながっていくのか、僕はすごく大事で、それが食事につながってきたりするんですよね。なのでまず大事なのは腸内細菌のデータだけ見るのではなくて、その人がどういう生活習慣をしているのか、それによってどうなったのか、でまたその症例が増えていくことによって、あ、じゃあこの人はこういうことをした方がいいよねとか、あ、このタイプの人ってこういうものがあったよねっていうもののデータが今集まってる段階なんですよね。なので、まあ、我々としてはアスリートの検体を今33競技800名以上ですかね、だから1800検体ぐらい持ってはいるんですけれども、この方々のデータがなぜ価値があるのかっていうのは、どういう競技をしているのか、どういう負荷がかかってるのかって分かるわけですよね、とかどういう食事をとってるのか、っていうところをきっちり見ていって、でそれを我々のデータにたくさんこう詰め込んでいる、そういうような状況なんですよ。まあ、これから腸内細菌の研究がぐっと進んでいくし、で僕自身子供の頃から母親に腸が一番大事だよ、うんち見なさいって言われてずっと育ってきたのと、もう高校生の時には腸内細菌の資金の入ったサプリメントを飲んでいたの で、で自分のコンディションもお腹で作ってるっていうことがあったので、まさにじゃあこれ僕の人生そのものだなと、だサッカーをやってきたのももしかしたらこの仕事のためでもあるのかなって思うぐらい、そうなんですか、なんか全然違う職業というか、まあ、ジャンル、とは言われるんですけど、僕はそう思わないというか、まさにこうつながってるし、なんならこっち側が本当の人生かもしれないなって思ったりもするので、すごい。現役の時からなんかもうこれで独立しようとかって思ってたんですか？それは思ってなかったんですけど、たまたまその自分がトレーナーと話をしてる時に、このうんこの記録のアプリ作ってる人がいるよって言われて、え、会いたいって言って会いに行ったのが、始まりだったんですよ。でそこで特徴的な被験者調べるとねとか言われた時に、俺特徴的な被験者ってアスリートいるじゃん、
アスリートからうんこ集めたら、はい、もう世の中の人だファンサポーターの人とか、うんまあ、いつまでもこうスタジアム元気に通いたいよとかっていう人たちのために、うん、なんか貢献できるかなって思って、うん、結局サッカーもファンサポーターのためにやってるんですよ、うん、応援してくれる人が喜んでくれる、うん、自分の母親が喜んでくれるっていうスタートからですね、うん、なんかそれがあって認められてると僕は思ってるので、うん、その人たちがいつまでも元気にねスタジアム通ってくれたら嬉しいじゃないですか、うん、オリンピックワールドカップ日本代表そのなりたいためにコンディションを整えてきたものがもし、うん、応援してくれる人の健康に役立つとしたら、うん、そんな素敵なことないじゃないっていう話をしたら、うん、みんな、うん、分かったって言って、うん、提出してくれるようになったというか、うんまあ、だからこそしっかり研究しなきゃなっていうのを思ってますけど、うんスナック SDGs Powered by みんな電力住谷さん、はい、スリープコーチという肩書きがあるわけですね、はいはい、どういうものか教えてもらっていいですか、はい、そのままなんですけどすみませんスリープのコーチ上級睡眠健康指導士、はい、上級睡眠健康指導士、まあ、これ一応やる前提で資格を取ったんですけど、うん睡眠学は学ぶんですけど、うんまあ、現場で睡眠改善するって別の全く話なんで、その なんですかね、みんな例えば食事も睡眠も何やったらいいかっていうのは、まあ、そこそこ分かってたりするじゃないですか、うん、じゃあ寝る前にスマホやめましょうとか、うん、寝る前にちょっと お酒控えましょうとか、うん、書いてあるけどやれないわけなんですよ、うん、で多分その海外の選手とかもそうなんですけど、まあ、そのやっぱり夜っていうのはやっぱりそのサッカーして練習して疲れた後に、うんまあ、食事は取るけどその後自由にしてくれよって思うじゃないですか、うん、ここに介入するのってめちゃめちゃ難しいんですよ、うん、やっぱり会社とか他の人から言ってもいやそこって僕の自由な時間でしょとか私の自由な時間のところに介入しないと睡眠って良くならないから、うんうん、どっちかっていうとまあ、その人に納得してもらっていい睡眠に行ってもらうっていうところが重要で、うん、あんまり理屈っていうか、うん、教科書通りは全くいかないと思います、うん、個人差全然あるんで、うん、そこで一応なんですか、ね、お金払う人って一応やる気あるじゃないですか、はいうん、だから睡眠変えたいで10万円払いますっていう人だったら変えてくれるんだけど、うん、僕らって法人に行ってるんですよ、うん、でも変える気ない人たちなんですよ基本うん、集められてる睡眠悪いとか、うん、で日本でそういう人たちに600億円ぐらいかけて、うん、特定保険指導っていうのをやってるんだけど、うん、1% も変わってないんですよそういう研究結果が分かったんですよだからそういう人たちってこうしたらこう数字良くなりますよって言われても、うん、はあっつってその時聞くけどもう出た瞬間やってないんですよ、うん、っていう人なんか自分分かる自分自身が分かる気がします、ね、分かります、はい、でそういう人たちを一応僕ら9割以上変えて正常時にするみたいなことをやってるみたいな、うんそうなんか手を変え品を変えみたいなだから睡眠っていうよりは、まあ、その人たちにそういう自分もお金出してないそんなに改善する気ない人をするところが得意みたいな感じまず第一歩どんなことをするんですか例えば僕ちょっと悩みあるんですけどって言っていやそもそも悩み気づいてないというか悩んでないって感じそのこっちは例えばこの結果ですよって言っても、みたいな感じふーみたいな感じ、はい、でそこに対して、はい、一応コツとしては、はい、あなたは全然悪くないよみたいなうん、なんか人って責めると絶対変えてくれないんですよ、うん、基本例えばあなたこの数字なんでこうしましょうって言うと、うん、人って論理で例えばタバコってほぼ 100% 悪いんだけど、うん、タバコ正当化しようと思ったらいくらでも論理的にできるんですよタバコってこうだし、うん、一番最高齢でタバコ吸ってるしとか、うん、タバコのクログラフこうだしとか、うん、確かに全然ヘリクス言えるんですよ、はいはい、ちょっとねじ曲げれば、うん、っていう風に脳を作動させちゃったら、うんもう身も蓋もないんですよ、うん、だからいかにちょっと空いてる人って絶対健康になりたいと思ってる、うん、ちょっとこの穴をぐわーって広げていくみたいな、うん、ククククでなんていうんですかね改善することによって家族にいい影響ありますよとか、うんまあ、タバコもそうなんですけど、うん、タバコで死にますよって言ってもあいいよ死んでもって言うんですけど、うん、今タバコを今吸ってて、うん、口から出るやつで10時間ぐらい出てて、うん、それが子供にこんな風になるんですよみたいなこと言うと、うん、あやめようかなみたいな、うん、で人ってやっぱり人のためだったら変えるっていうなんかトリガーになるんで、うん、その人のトリガーどこかなみたいな、そのなんかそれをこう探しながらコン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 と当てていく、これまた地味な作業みたいな、はい、地味なんだけど、まあマンツーマンでやれないので、うん、僕毎日500人600人の人に対してやってるんですよ、バーッつって、つって、もうなんか、
で向こうは機械と思ってたりするんですけど、うん、チャットポットだと思ってたんですけど、うん、まあ、人間チャットポットみたいな感じ。本当ですか。形で、はい、うん、僕ちょっと質問したいんですけど。 ありがとうございます。僕、はい、早起きなんですよ、はい、最近4時半とかに目覚めるんですね、はいはい、もちろん寝るのも早いんですけど、はいはい、で、はい、昼、はい、眠くなるんですよ、はい、4時ぐらいから起きてるんで、はい、で、はい、これって仕事中に眠くなるんですよ、はいはい、それいいのかなって思ったりするんですけど、はははは、うん、そういうちょっと順番を追って話しますね、はい、でまず言うと、例えば20代の時って、まあ、睡眠ってベストな睡眠時間バラバラなんですけど、はい、大体8時間ぐらいって感じますよ、はいはい、でそれが40代くらいになるとそうすると6時間とか減ってくるんですよ。そうです。だから同じ人でも減っちゃうんです、うん、のでそれはもう普通というか、お六角形というか。それとあとやっぱりいい睡眠取れたらです、うん、たらなんですけど、うん、基本的にいい睡眠取れたらビジネスマンってそんな長い睡眠っていらないんですよ、やっぱりアスリートはやっぱさ脳がクリアになることとかっていう分で言うと結構前半で収まるんですよ、うん、だけどやっぱり体作ったり神経作ったりっていうのがやっぱりある程度必要でも、ビジネスマンはキュッと凝縮してれば5時間ぐらいでも平気だなみたいな人はいっぱいいて、特に乗っててアドレナリンが出てる状態の時っていうのは睡眠が深かったりするんで、結構経営者とかになると短眠普通って感じ、全然問題ない。7時8時間寝ないといけないのかと思ってました。あ、全然そうです、ね、平均で6時間ぐらいです。平均で6時間がベストなんで、まあ、7時間とか寝すぎぐらい、あ、その年代によります。で次にどこで眠くなるかなんですけど、起きて4時間後に眠ければそれはあの睡眠不足なんですよ。例えばじゃあ4時半に起きました、で8時半に眠くなったとしたらこれは寝不足だけど、お昼ぐらいに眠くなるっていうのはもうこの生体リズムが正常で全然いいんですよ。いいんだ。そこでちょっとだけ寝てもいいし、寝なくても目閉じるだけで超回復するんですよ、バーンっつって。なるほど。そう、連続運転を止めるだけですごいパフォーマンスがあるんで、すごくいい状態だと思います、はい、なんだ、はい、じゃあいいんだ。ちょっと僕心配だったんですよ、はい、現役の頃って8時間とかやっぱ寝てましたし、はいはいはい、もう多い時別に9時間とか寝てましたけど、はい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 、だんだんもう 5,6 時間なんですよ、はいはい、寝るのが、はいはい、でも体疲れてないですよそんな、はいはいはい、だけどなんかこれ足りないんじゃないか、はい、って思って、はい、でも、はい、それで昼ご飯とか食べた後とかに眠くなるんで、うんうん、やっぱこれ睡眠不足かなみたいな、はいはい、それ大丈夫ってことですね。全然大丈夫です、でむしろそこで心配しちゃって余計に寝るとリズム狂っちゃうって感じです。なるほど。本当です、本当です。じゃあもう今バッチリだったってことですね。じゃあいいってことだ。大丈夫ですね。ただ一つ心配なのは、はい、食後の眠さがどれぐらいなのかなんですけど、はい、運動してる時って何食べても血糖値って上がらないんですよ基本的に、はいはい、分解しちゃうから、はい、でもあれですけど、はい、まあ、例えばちょっと今どれぐらいの運動力か分かんないですけど、はい、体が変わって血糖値がお昼にガーンって上がりやすくなってるかもしれないんで、はい、そしたら血糖値の問題でめちゃめちゃ眠くなってるかもしれない、落ちるこの、そうそうなってるかもしれないんで、これまたすごい不思議なんですけど、不思議ではないんですけど、うん、昔って糖質って 80% ぐらい、うん、1日の100だとしたら80ぐらい取ってたんですよ、うん、だけど糖尿病とかあの透析の人ってほとんどいなかったんですよ、うん、でも今だいたい平均 60% ぐらいですね日本って、うん、だけど糖尿病の方って今予備軍入れて2000万人ぐらいいるっていう中で、それはやっぱりその血糖値が上がりやすい生活ってのもあるんだけど、うん、やっぱ運動をしないと血糖値って上がり方がドーンってこうやっぱりその体質だったりとか運動をやめるとなっちゃうんです、だからやめた途端一気にガーン、へー、はい、それで言うと夢はどうなんですか。あ、夢の話聞いてる。僕夢をすごく見るんですけど、はいはい、それが大丈夫かなって思ったりします。夢は一応誰でも見てるんですよ。これすごく睡眠のこう波があると思うんですけど、はい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 、この上の方の浅い睡眠時にはみんな見てるんですけど、はい、それを覚えてるか覚えてないかだけの話で、一応全員見てます、うん、じゃあ夢を見てたからって睡眠が浅いわけじゃないってことですね。それは全然ない。勝手にそう思ってました、はい、私今まで、うん、僕もそう思ってます。そんなことはないです、はい、特に夢見た時間が長かったなって思った、今眠れてなかったんだなって勝手に思っちゃった。それは大丈夫です、はい、あ、そうなんだ。朝方は基本的にもう深くないんで、まあ、寝た最初のところのいくつかが深ければ、うん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 、動画は全然関係ない。スナック SDGs。
Powered by みんな電力。